タユタイの怪我は普通の怪我とは違って神器の消耗です。だから一番いいのは神器を分け与えてあげることなんですけど。自発的に私の神器を吸ってくれるなら別ですが、それは難しそうです。神器の譲渡となると、そういう神通力に長けていないと。少なくとも、でも師匠なら大丈夫です。なんとかしてくれると思います。